て裏からポンポン。トキドの攻めが通る通る。さあピオリーチか。ガードで忍ぶ。さあ位置入れ替えて、これは逆に孫のターン。さあ遅らせの中盤当たって読んでいる。ピヨって大大ニエクシエント。まずは孫がアシュラ読み、ピタリとハマって勝利。まあ、この辺はやっぱりお互い手の内知ってる。読みが通る通らない。わからん殺しというのはなさそうですね。さあ今度は時の攻め、ガメ出しを攻めて、おっとコラコも繋がらない。おっとセビ潰していく。体力リード時の。マゴエロンは当て身ですね。当て身選択してます、はい、これもあれですね、防御の奥攻めを結構そうですね、はい、叩けるんで抑止力で、はい、選んでいると。さあ時戸が削り殺していく。さあ1-1、最初の1試合目を取るのはどっちなのか。さあお互いゲージ状況はまあほぼ同じ。下端を追い詰める。おっとセビ当たる。これ美味しい。半分めちゃくちゃ減った。さあもう一丁。ピヨッタ。そして大イエクシエ。終わった。テーブルバーレ。さあ孫が1試合選手。